はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきましょう。グラディオン州だっけに入ったところですね。まあ、とりあえずもういきなり小屋のとこに魔物がいますけど、普通の森に見えるがなぜか魔物が徘徊していると。まあノーマル、戦いは1回かな。まあ、戦えるときにはちょっと戦って強くしていきましょう。ウルピーナ、オグニア、ナッツゴール、ちょっと LP が減ってるんで少し休ませますか。そうするとこいつらか、まあ、大丈夫かな。ベアトリス出して、ソロンか。術はねちょっと使い方が難しいんで、まあ、ヤマトとベアトリスだけ出して2人を休ませましょう。で LP が回復してきたら、まあ、モンドを下げてっていったようなところですかね。ここはどうしようかな。マインドステアで1匹眠らせておこうか。ブラックハンマーで、あとは1で攻撃できるやつがいいね。ハヤブサ切りで、こっちか。閃光好きでこの飛んでるやつと、まあ、まず眠ってくれればすげえ助かるんだけど。眠れー、ミスったかー。痛い。ほら、お、突進もミスったね。よし、まあ、そうすると A か B を倒したいけど、そこまでの火力は出ないかな。マインドステア後ろになるんだ。月とかにね弱いからね。でも防御してるね。こいつも防御してるか。あ、こいつも防御してるね。ってことはこいつを減らしておくか。まあ、狙い撃ちで、であとはのけずりでいくか。ことは今回敵の攻撃は1回だけか。高速的。お、何？お、ランクアップした。いいね。2が1になるのはね、すげえ助かる、マジで。さて、ここで A をぶっ倒したいんだけどな。イノシシストライクか。で、狙い撃ちが1になったんで、すげえいいね。失礼剣か。まあ普通に行くか。回し打ちので、ここで脳削り、これで全攻撃を叩き出して倒せればいいんだけど、どうなる。おや、高速突き弱い。狙い撃ち、イノシシストライク、ミス。回し打ち、いや全然無理だ全然硬いわこいつ。だって他のやつさ結構星使うからね。でこれも、まあ、これしかないでしょ。失礼剣、失礼剣が強いかどうかだよな。先行時期と、痛い、2回攻撃かあ、バンプって、そうか、後ろに行っちゃうんだもったいないことしたな。で、あとはこれ C を倒せばいいでしょう。で、C はね飛んでるから比較的楽に倒せるんだよね。で、失礼剣使ってこう。ちょっと後ろに下がっちゃうけど、失礼剣を1で使えるようになるとかなり楽だね。あとこの脳削り、やっぱね2だな。2、まずはね2を1にするっていう。いった、強っ。よし、これで連撃が発動して、134、狙い撃ち、失礼剣失礼剣ってほんとウケるな
攻がマジ受ける。あーでこういう時にちょっとずつでも使ってこう、氷接剣みたいなやつ、移動ブレイクとかめっちゃくちゃ使うな。で失礼剣、少しでもランクアップに近づけるために氷接国おりゃー。よし、おー貯金スキルレベル3か、ようやく。そうモンドってそういえばさ、ちょっと狙われやすいんだったよね。謎の家、小屋の住人、なんだこいつ。周りに違う、周りの森に魔物が溢れているわ。あなた大丈夫？ん？魔物？ああ、全然大丈夫だ。ここにいれば問題ない。終わり？てか、なんで？なんで大丈夫なの？本当に謎だ。ピフキマリガン。まあ、神殿か。特に戦闘はなさそうだから、入ってみましょう。ユラニウス家の残、ん？廃残兵が何用だ？同じくマリガン神を崇拝する者として慈悲ぐらいはかけてやるぞ。廃山兵ユラニウス家は戦に敗れたということ、いろいろ聞くのはまずそうね。ありがとうございます。なるほど、負けたのか。あそうか、こっからあっちに行けるんだね。まあ普通だったらそれをわざわざ遠回りしてきたっていうことか。そうか、ようやくわかったよ。でこういうのは多分ねフリーバトルなんだよね。ツーラ鉱山、まあ、イージーだから行きますか。まあ、ここもちょっと LP を回復させていきましょう。おい鉱石探しにチャレンジしないか。ああなるほど、餅は餅屋だな。魔物退治なら任せろ。戦闘準備で、うん、まだ回復してないね。じゃあまたこのメンバーで行きましょう。やっぱり多少控えメンバーも使っていかないといけないかな。あーはてなはてなはてながあるね。どうすっかな。マインドステアでこうクロムシ、とりあえずこいつを眠らせてみよう。で狙い撃ち、そうか狙い撃ち1になったんだ。でこれでしょ、ブロックじゃなくて回し打ち、これをこいつに。マインドステア、よし寝た、いいね。あでも寝たところを解除してしまった。このハテナハテナハテナになるとね、なんか厄介なんだよね。なんかカウンター的なやつで、それがなんか関節技でね解除できるみたいなんだけど、基本的に弓なんだよね関節攻撃は。あとはじゃあちょっとブロックでもしとく。こいつ攻撃するからこいつをブロックしよう。ってこれやめるとかないの？このまま戦闘に行くとかってできるっけ。全滅して再挑戦します。ちょっと待て。そんなんあるんだ。スタートボタンを押したら、まあよくわからんか、早急ぎを言うとこう。マインドステア見えないか。ガーッリザーブ解除。これで C を倒せばいいんだけど、暴走って何。2だな、2の脳削りを使っていこう。でこいつはこのハテナハテナのリザーブを解除してヒートビートを、こうヒートビート使うとあれだ、順番がずれる。早先がどう、あんまり順番ずれないね。高速突き脳削り狙い撃ち、リザーブ解除、暴走ぎょいー。
なんでこいつのさ直線上に立ってたんだ。みんなはよし、連撃連撃すごいね。2連撃ってことか。よし、止めてアップ、ヒットポイントアップ。お、コンボスキル4。おお、結構ヒットポイント上がったね。みんな知力の主な影響、実の威力、成功率、熱、で電撃ダメージ、軽減量にも影響するんだ。大した魔物は出なかったみたいだなって。取り分は3割でいいだろうって、ふざけんなお前、ふざけてんの、ふざけんなてめえそれじゃあ4割だ。命が惜しくないのねこういうのってさ、やっていいの。まあしょうがない、この人たちも大変なんだろうな。それで構いません、今回は引き下がってやろう。だが次の鉱山でも同じことを言ってくるようだったら容赦はしない。ノーマルか、今度ノーマルだからね。イージーとはわけが違うから、今度は譲らないよ。取り分は半分だ。よしやろう。ノーマルか、ちょっとウルティナ出そうかな、どうしようかな。回復次第だな。なんかまだちょっと不安だよな。まあノーマルだとこいつらで頑張ってもらうか。ウルティナって火だったっけ、属性。このね AB のね、こいつが強いんだよね、ブラックハンマーが。でこいつは飛んでるから、基本的についてついてつきまくれば弱点になるから、あんまり問題はないと。早く下げても言っとくか。うわ痛い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 、ブロックでもしてくればよかったかな。よし倒した、早く下げる、いった。でここで D を倒すと、まあ、高速突きからの先行突きからの、どうしようかな、ブロックしておこう。で狙い撃ちのはやぶさ斬りと。で連撃はもう絶対発生するはずなんで、これでやっぱりなかなか戦略性を感じるね今回の佐賀は。 OK、ほら、これ弓強いね、飛んでる敵に対して。やっぱりそしてこれが出てくれるとかなり助かる。早く下げる、お音速剣、おりゃーっておインタラプト、おなんだ、大進撃、麻痺、いやすげえわ。ここはだから毒になるやつもね、ちょっと身で使いたい気もするんだけどな。この氷結なんちゃらみたいなのを使って、ちょっと待ってね、失礼剣で、あもうバンプされても意味ないのか。まあ、ちょっと毒にしとくか。後ろのやつを毒にしておいて、で前のやつを攻撃で倒していくと。収束ね、もう3だからな、もう麻痺してるしね、すでに。こういった置いておいて、浮遊でない、あそりゃそうだよな、大進撃だからね。まれに麻痺効果、まれにの割には効いたね。どうしようかな、あそっか、音速剣は間接攻撃か。よしちょっと音速剣を使っていこう。とりあえず毒になってもらって、脳削りして骨砕いて音速剣と。おお、でまだ麻痺になってるから、ここはちょっと2とかを使っていくか。眠ってもらおう、さらに脳削りで、ヒートビートで、まあ早く下げるかな。そうすると
長期戦になる場合は結構状態異常が重要になるからな。こいつはもう終わってんな。ほら眠りが解除したけど、やっぱ眠りよりは麻痺の方がきついか。そうだな、もうこれはちょっと待って高いのを使ってこう。失礼剣を使うか。1,2,3,4と、いやでもやっぱそれなりに時間がかかってか全然上がんなかったな。まあ不死系がね熱に弱いっていうのは結構想像できるよね。あと月に強いっていうのも。大した魔物は出なかったみたいだな。たったのザッケンなてめえ、それじゃあ4割だ。もう譲らんよ、命が惜しくないのかお前は。冗談だよ、約束通り半分だ。割り増しが欲しいなって、ちょっとそこまではがめつくなくいきましょう。ガメツさとかありましたかね、なんだっけガメツさがあったやつって。隠しパラメーターガメツさ。まあまだノーマルか。あ、ロマサが3だ。もうここはさ、こんなやつしかいないの。みんな同じこと言ってくんね。戦闘準備編成。あーもうちょっとか。とりあえずじゃあ戦闘化していくか。ノーマルだったら全然なんとかなるでしょう。しかも2体だね。あーこいつか、寝るかな。ちょっとまずは眠らそうで、そこから自分の攻撃力を上げておくか。こっちだな。凝視混乱しやがった。死ねろお前は。うわっ、効かないんだね。ちょっと一応ぶん殴ったね。混乱攻撃力アップってなんか怖えな。こいつらはでもな、あんまり突きが効かなそうだからな。倒せるやつから倒したいけど、うちのメンバーはな突きが多いからな。あーそっか、混乱してるやつがなんか骨砕き使ってるから攻撃できる回数が少ない。痛い。いや混乱とかすげえ厄介なんだけど、一応攻撃はしてくれるけど勝手に攻撃を決めちゃうんだね。どっちがどっちとかわからんな。111で攻撃するか、とりあえず。兵士2号がやばそうだけどな。お、ランクアップ、高速付け。すっげえ、すっげえ減ったんだけど。あれってかさ、高速付けってもともとさ1しか使わないよね。よし、こんなんが治った。なんか変わる？特に何にも変わってない気がするんだけど。じゃあこれだよな。これをちょっと鍛えたいけど、めちゃくちゃ使うなやっぱり。ちょっとブロックしよう。モンドちょっとやばいからな。よし、狙われやすいからすぐ LP が減ってくよね。おらっ、どうだ、やった。アッパースイングがめっちゃ強い。
一応そのターンはなんとかしてくれるんだね、混乱になっても。いや、これはもうちょっとこいつを倒すでしょう。で、電撃で総攻撃をかけると。頼む、高速撃で倒してくれ。よし、胴体と首が分かれたな。移動ブレイク、かっこいいわ、かっこいい。いった、またこいつ混乱してるからな。で、これ使っていこう。使えるときに使っていく。音速拳も使って、お、音速拳早い、いいね、音速って感じがする。で、これ使いやすいわ、強い、普通に。よし、ヒットポイントアップ。で、どうせこいつらもさ、3割だとか言ってくるんでしょ。これやりすぎるとどうなんだろうね。分け前は渡さーんとか言ってさ襲ってくんのかな。ざっけんなてめえ。それじゃあ4割、命が惜しくないようだな。冗談だよ、割増しが欲しいな。う、仕方ないな、6割だそう。血が見たいわねとか、ひどい。まあ、次よ。18個も手に入れた。じゃあちょっと、まあ、ちょっとレベル上げ的なのも込めて、ここのイージーで LP を回復するところまでやりたいと思います。まあ、別に取り分は普通に5割でいきましょう。そうすると、ああ、オグニアナが LP 回復したね。だから2ゴールと変えればいいんだ。で、OK と。ああ、このハテナハテナハテナが多いとね、そんな困るんだよな。弓使い外しちゃったからね。どうするかな、ブロックする。で、こいつ、早急ぎか。ここはちょっとイージーはイージーだけど、敵がめんどくさいな。眠って、ハヤブサギリで起こして、ちょっとじゃあ A は眠らせておこう。で、 B に集中攻撃をかけますか。次は寝ていた前、見えなかったか。いった、結構強い。せっかく LP を回復させたのに、マインドステア、またこのハテナハテナハテナか。 A に寝ててもらって、次元弾これさめっちゃ強いんだよね。いや、この前はたまたまだったかもしんないけど、次元弾ガード、そうか、しょうがない。マインドステアで、いや、 B を倒しにかかろう。これは脳血髄とかめちゃくちゃ遅れるんだな。ん、そうだよね。普通にじゃあ先行でいいか。骨砕き、ヒートビートは速くなるね。どっちがいいんだろうな。 B を攻撃される前に倒したいからね、やっぱり。で、まあ、早すぎるしか使えないか。よし、電撃が返されるってことはないでしょ。
ックを倒してさらに連撃。いいね。9ない。カウンターストライク。やっぱりカウンター食らったか。いった。よし、まあ、カウンターもね、絶対カウンター食らうってわけじゃないみたいだから。お、ロール枠が2つに増加。よし、やりレベル6。あ、そうか、もらえる報酬も違うのか。君たちさ、同じ人が来てるのにさ、よく値切ろうとするよね。うん、まあそれで構わん。じゃあちょっともう一回、ちょっと回復するまでやります。はい、じゃあこんなもんでいいでしょう。結構回復したと思います。てかこれ回復させるのさ大変なんだよね。まあウルティナマックスじゃないけど、ツイゴールがとりあえず6になったんで、あと行ってないところですね。ここら辺の鉱山は行った。あ、これ行ってないよね。そういえばアダマス毒性大。おお、アダマス神への捧げ物か。喜んで受け取るぞ。どうして神官っていうのはこういう連中ばっかりなんだろう。あ、確かになんか神官全員高圧的ですよね。で、ここが幽面町か。水の結晶とか多分超増えたからね。これがあの有名なイラクリオスの頂上ねと。第700歳つまり、ファイアブリンガーとの最後の戦いのために盾将軍イラクリオス家が築いた頂上です。その頂上を背にしてファイアブリンガーの大軍を打ち破った英雄ワクヌス・ミトレイオス帝帝国も皇帝も消えてしまったと。ただイラクリオス家は常に手入れしているから、まあ、頂上はあると。鍛冶屋なんかある。できればね、武器をねやっぱ強化したいんだよね。ロングスペアってなんだっけ。これめっちゃ必要数多いよな。うん、どうしようかな。戦士の槍とか名前はかっこいい。そして威力も2上がるしガード率も上がるしな。これに変えたいけどな。こういうのってさ何も考えないでさ変えてっけど大丈夫なの。ウルピナは特に何もないしな。まあ、このままにしとくか。町は基本的に鍛冶屋しかやることがないからね。謎の天幕、見慣れぬ天幕が多数設置されている。一体どこの勢力だろうか。バロミル士官、幸福の使者か。王は慈悲深い。過ちを認められれば許してくださる。だけ何にも言わないの。で、ここは双角城と、かつてユラニウス家の城、今は東側だけが残り、そこもビルコニア騎士団を名乗る者たちに占拠されていると。
ルーア氏のビルコニア。我らビルコニア騎士団に何か用か。ビルコニア騎士団、なんじゃそりゃ。そうだ、ビルコニア騎士団だ。没落したユラニウス家に代わってこの地の治安を維持していくのが我々だと。ユラニウス家は没落などしていません。文句を言うだけ言って去っていくっていう。あ、こっち、ユラニウス家の、あ、これは双角城、東と西か双角城東じゃなくて東ね。で、こっちは西か。山賊の巣になってるって書いてあったよねまた同じかよ。うるわしのビルコニアって言ってもさ、崩れてるよ。ユルピナ様、姫様、あんたたち一体どうしたの。その姿はって何。戦いに敗れた我が軍はチリジリバラバラになりました。我々はこの廃墟に身を潜め、タイデンがアスワカンからお戻りになるのをお待ちしております。お父様はアスワカンへ向かったのね。それに誰と戦ったの。キャセリン峠を越えた我が軍は妨害も受けずに、テスティカ郊外まで進出しました。そこで他の三将軍家の軍と合流しました。タイデンはアスワカンへ渡るため部隊を離れました。事態が急変したのはその後です。長城を越えて見たこともない、騎馬兵の軍団が現れたのです。ワロミル族の兵でした。四将軍家連、四将軍家連合軍に恐れをなしていた近隣の勢力がワロミル軍に合流する構えを見せたのです。今のうちにワロミル軍を叩くべしという意見が出されました。ユラニウス軍にはタイデンから動くなという命令が出ていましたから動くべきでないと主張しました。結局先制攻撃に決しました。そうなれば全力を出すしかありません。どういう戦い方をするのかわからないワロミル軍相手に我々は手探りでした。ワロミル軍の手の内を知っているはずの弓将軍家は動きが鈍く、我々早々に敗走してしまいました。イラクリオス家の軍も撤退に転じ、頂上を目指して移動してしまいました。残った我々とグミネズ家の軍もとうとう敗走し、チリチリバラバラになってしまいました。え、それだけ特に何にも言わないんだねウルピナは。で、ここはテスティカ、今は廃墟となっていると。ここがテスティカ、ただの廃墟じゃない。何者だ。ここテスティカは我ら神聖共和国が管理しておる。無用な者の立ち入りは認めておらぬ。早々に立ち去れ。ウルピナと申します。父が来たんだけれども、どう。剣将軍家のものか。そんなやつは知らん。アスワカンは目の前なのに、別の場所からアスワカンへやってきたのかもしれませんと。うわ、変なやつが出てきた。釣り堀の人がいるな。釣り人のようだが、どこか怪しげだ。釣りしてる人に対してさ、怪しげだとか失礼だよね。3杯です。ちょっと釣りの人は何かありそうなんで、先にちょっとこっちを見ましょう。アスワカンへ渡ることはできないの。アスワカンなんてただの廃墟だよと。廃墟なんだから行かないよと。買い物して行ってよって言ってもさ、どうせ鍛冶屋しかないからね。じゃあちょっと誰かいるわ、釣り人。いや全然さ、このマップ上に見てるやつだとおっさんだけどさ、意外に若いね。アスワカン行きたいのかい。何者だ。帝国金貨1枚だ。はや、即決だね。ああ、夜まで待ちな。夜になったらこの場所まで来い。夜って何。おお、夜になった。おお、船が出てきた。おお、燃えている。ちょっと待って、燃えてるよ。廃墟の中から赤い光がちらちらと見え隠れしている。あの姫様は何かしら。消えちゃった。で、出たー、山賊ってあんまり山賊っぽくないな。誰の霊ですって。失礼ね、正体を突き止めてやるわ。誰かがいると。謎の老婆って書いてあるけどさ、これこっからだと老婆って分かんなくね
何ビーコールニアは呪われているんだよ。どれもあの何だよ、何がどうしてるよ、ブルーヨヘって言ってるね。何をブツブツ言ってるのかしら、気味が悪い。見た顔だね、ユラニウスの。これを持っていきな。払えるのはこの日だけさね。どうするかはお前次第さ。マッチを受け取った。チャンスは3回だけで、大きく覚えとけ。何、どうすればいいんだ、本当どうすればいいの。チャンスは3回だよって言われてもわからん。他は特にないかな、なんか立ってるけど、固く閉ざされていると。まあじゃあとりあえず船に乗りますか。船だわ、約束通り船が乗ってる。怪しい船。というところで、じゃあちょっと怪しい船に乗るところから次回やっていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。